か。こんにちは、豊さん。はい。日本シリーズも終わり、少し経ちましたが、またここに来て、日本シリーズで起こったあるプレーについて、こう取り沙汰された記事を目にすることがあるんですけれども、そのプレーとは。まあそのプレーはね、日本シリーズ第1戦に4回裏ノーアウト1・2塁で丸が打席に立った場面ね、はい、で打席はもう別に問題はないんだけど、1塁への走塁がね、ショートゴロゲッツーになるわけだけど、走塁の際に左足が中村のファースト中村のね、足を蹴ったというような、なんともなんかこうとても有名なシーンに今はなってしまってますね。今なっちゃったよね。まあなっちゃったっていうのはさ、簡単に説明するとさ、右足でベースを踏んでて左足を抜くのが遅れてんだよね。まあそれで中村との接触があったわけだけど、まあこれはもう技術的なもうミスだよね。普通右だろうが左足だろうがさ、踏んだ瞬間にファールグラウンドの方に体を倒して一塁手の接触は避けるよね。それと中村は避けられなかったという話もあるんだけど、中村は避ける必要もないしさ、やっぱりしっかり伸びて足を残しとかないと、今リクエストで足が早く離れたらセーフになったりとかするとね、流れが変わっちゃうから、中村には全く非がない。まあ技術的な欠陥から俺はそういう風になったと思うんだけど、何が問題かというとさ、恋とかそうじゃないとかじゃなくて、やっぱこう謝るという行為だよね。でもうその場で当たってんのはその丸は分かってるわけだから、やっぱ中村に、いや勝負をしてるよ、勝負はしてるにしても、やっぱ卑劣な行為というふうに取られる可能性だってあるし、まあ実際もうこの時点になったら卑劣な行為になってるからね。現にこう謝らなかったことに対するこう批判の声っていうのはすごく多いよね、はい、でやっぱりさ、あの時で事故が起こってんだよね、足を蹴ったという事故が。でもそれを謝罪しないことによってもう事件になってるわけよね。だからそういうのっていうのは丸も侵害だと思うんだよね。でも謝らなかった行為、これがやっぱ問題であって、やっぱ何でもそうだけど、プレーでいいプレーを見せる、これはもうプロ野球人として当たり前のことだし、やっぱどんな行動をとってるかっていうこともすごく大事な一つの要素でね、街で歩いてても肩と肩がちょっとぶつかっただけでも、あ、すいませんとか会釈するじゃない。大きな舞台でさ、ゲッツー打った、しまったね、頭の中が真っ白になってた、もうそういう問題じゃなくて、人としてどういうふうな振る舞いが正しかったかということをもう一度見直してほしいと思うのよね。ああいう問題が起きた時に、やっぱこう日本プロ野球機構の方々も見に来てるわけだから、やっぱこう丸に事情聴取を取るとかね、そして正式な文書で謝りを入れるとか、まあそういうことがあっても俺は良かったと思う。今さ、ダブルプレー崩れをなくす、まあ一塁走者はまっすぐベースにスライディングしなきゃいけない、昔はゲッツープレーを潰しに行くとか、そういうスライディングも OK だった、はい、でコリジョンルールって言ってキャッチャーがもうブロックできなくなった、はい、それはなぜかというと、やっぱ選手一人一人を守るためなんだよね。で3フィートって一塁になぜ引いてるかというと、走路はしっかり決められてるわけだから、はい、ああいう行為になった以上ね、しっかり謝るべきだったなっていうふうに思う。それとその枝葉がついてくるんだよね、はい、であれだけのやっぱ巨人の中心選手でさ、やってるその人があのワンプレーでやっぱチームもダメにしちゃうしさ、イメージをね、はい、イメージもそうだし、丸というイメージもものすごく損なわれてきてる、うん、これはさ、やっぱ丸もその恋でやったプレーでは絶対ないというふうに俺は信じるし、だからあのワンプレーでさ、もうイメージが今まで築き上げてきたものがもう全てなくなるような、そんな感じで叩かれてるしね。だからこれは巨人もそうだけども、やっぱ正式文書で誤りをこう入れるとか、そういうことをやっぱこうしてある程度の線は引いてあげた方がいいかなっていうふうに思うよね。あのプレーがもう丸選手の代名詞みたいなプレーになってしまう恐れもあるよ、今後ね。ありますよね。今後ね。はい。
だってある高校でさ、はい、甲子園で行われたプレーでもある高校の蹴りとか、名前がついて、名前がついてね、おひれ、はひれついてきて、で、丸のイメージがそういう風になってくるとさ、それはやっぱりもう損っていうかさ、今まで築き上げたものがもう台無しになるし、まあ、例えばこういう話があるのね、プロ野球でもカバーリングを99回行ってたと、ね、でも1回サボったと、で1回サボった時に暴投が起きたと、でなんで行かなかったんだって、いや99回は行っててもその1回は行かないかったばっかりに信頼を失うとか、そのカバーリングをしてないっていう風に言われるとか、もうそれとよく似てて、やっぱり一回信頼を損なうとさ、イメージもそうだけど、もう本当にこう損するよね、取り戻すのには時間がかかる、はい、だから中村のね、紳士的な対応があったから、あの時に大事件にはならなかったけど、まあ中村はね、トレーナーが出てきたのを制して大丈夫大丈夫って、まあ相当痛かったと思うよ、うん、でも場合によっちゃアキレス腱が切れるような、まあ、そういう箇所だっただけにドキッとするよね、あのプレーを、まあちょっと映像で見直したけどちょっとドキッとするし、千賀もマウンドで明らかに怒ってた、で怒ってたっていうことは明らかになんか蹴ったようには見えてるはずなんだよね、うん、だから丸はそういう選手じゃないというふうに、まあプレイヤーとして同じ、俺もプロ野球人だったものとしてね、絶対故意じゃないっていうことは信じたいし、故意じゃなくてもそうじゃなくてもやっぱしっかりした世間に対してね、説明をし謝った方がやっぱスポーツマンとしていいと思うよね、うん、やっぱこう怒ってしまったことは、うん、ある程度仕方がなかったとしても、うん、その後の対応でその出来事が、うん、こう180度変わってくるっていうことがあるっていうことですよね、まあ、例えばあの時点で、はい、ね、打って足が当たった、中村のとこ行って、ああ大丈夫かってごめんなって言えばもうそれだけで終わったと思うんだよね、はい、ごめんごめんとか言って肩でも叩いてさ、そうですよ、わざとだとかそんなことの話にもならないと思いますよね、うんうん、でもああいうプレーがあってね、やっぱ12球団の選手で関係者も相当の数が見てたと思うんだけど、やっぱああいうプレーだけでもね、やっぱもう批判もされるし、やっぱスポーツマンシップどうなってんだとかで、いろんな枝葉がついてくるし、だから今はもう怪我防止で安全なスポーツだという、まあ、ピッチャーが危険球を投げたら退場になるように、うん、まあ、ああいう時はもう退場にしてもいいぐらいの感じも受けたしね、うん、そうですね、うん、だけどやっぱ各選手はやっぱ一つの走塁技術、そういったものも磨いていかなきゃいけないということだし、やっぱああいうことが起きたら球団とかそういう人たちが叱るべき対応を取り処置をしなきゃいけないという、あのワンプレーでプロ野球がもう嫌いになったとか、そういうコメントまであるぐらいやっぱ卑劣な行為に見えたんだろうね。まあいい勉強になったと思ってさ、で丸は丸で正式なコメントをねしっかり出すということがいいと思うよね、まあ、それができたら丸ですよ、はい、うん、ね、で俺もファーストやってたんだけどさ、うん、ファーストってやっぱり全力で走ってくるから怖いんだよね、怖いんだけど信じてるから、やっぱ同じプロとして、はい、そうですね、そんなことするはずがないと思ってるし、はい、だからこう際どいところなんかいっぱい伸びて、ファーストやってる時はね伸びて、まあ足は取ったら離すけど、絶対踏まれないところに一塁手は置いてるわけだから、そこに当たったんだから、それはもう技術ミスとしてしっかり、丸は謝ってください、はい、ね、だから丸の今後の野球人生も考えて、決してそういうプレイヤーじゃないということも信じてるし、うん、だからしっかりした収束を迎えるためにはしっかりした対応を取るようにしてください、はい、ね、はい、以上です。はい。